れ？バラバラになっちゃった。ここから引くんじゃないの？これの使いやすさには、まだま、拾ったカードは、4。さっきはカードが地面に落ちたから、運命の選択を別の角度から考えると、あ、それとも、あなたも1枚引く？ありがとう。はい、指示器を持って、それから。パーティーに戻るのね。ううん、あなたに決めてもらうと言ったんだから。これ以上悩んでエネルギーを無駄にすべきじゃない。ましてパーティーに出席するのは、宣伝の仕事の一環でもあるし、もし保護にしたら、契約違反でもっと面倒なことになる。それから、もし時間があるなら、一緒に行ってもらえない？うん、ありがとう。姉ちゃんとあちこち探したのに全然見つからなかったんですよ。あら、この子猫は。さっき外で会ったばかりなんだけど、見たことある？ゲストのどなたかがお連れになった猫でしょうか。あまり印象ありませんが。そう、やっぱりそう都合よくはいかないか。ごめんなさい、リネットちゃんのお力になれなくて。一度ちゃんと確認してみます。お姉ちゃんの記憶違いってこともあるし。そうね、リネットちゃん、ひとまず子猫をお預かりしてもいいかしら。フロントに戻って聞いてみます。もし見つからなかったら、その時は近くの人にも聞いてみましょう。ありがとう。手伝ってもらえる余裕がないかもって心配してたの。それじゃあ面倒をかけちゃうけど。いえ、面倒だなんてとんでもない。お役に立てれば幸いです。もしよければリネットちゃんのサインと、あとできれば写真も。え、ちょっと勤務中にリネットちゃんを困らせるようなことしないの。せめて仕事が終わるまで我慢して。リネットちゃん、ひとまず子猫をフロントに連れて行きますね。メリエ監督がお待ちですから。また後で。うん、普段こういう場に私は顔を出さなくていいから、どういうモードで対応すればいいのかわからない。とりあえず監督に会いに行こう。演出も手配も完璧ですな。型にはまらない演技、常識にとらわれない表現、またこうして一つ偉大な作品を完成させるとは、おめでとうございます。うん、私の見たところ、迷子の人形は一種の比喩で、現代生活の技術が人々の感情表現や相互理解にどのように影響を与えるかを表しているようですね。これほど時代を先取りした作品とは、さすが前衛芸術ですね。明日の新聞がメリエ監督をどう称えるのか目に浮かぶよ。これは劇団全員の功績ですよ。セリフも表情もない状況で気持ちを伝えるために、演者は皆大変な努力をしましたから。キャスト陣といえば、ジリアンさんは今回の演技も光っていましたね。さすがメリエ監督と一番長くお仕事をされてきた役者さんです。とんでもありません。私はずっと脇役を演じているだけで。その件についてですが、数ヶ月前のインタビューで主役をやってみたいというお気持ちを表明されていましたよね。
今回も引き続き脇役となられたのには何かお考えがあってのことでしょうか。それはその件については私たちも検討を重ねたのですが、リネットさんは初出演ながら非常に才能がありましてね、この役にもぴったりだったのです。この劇の主演は彼女を置いて他にいないと。その通りです。それにリネットさんは稽古にも真剣に取り組まれています。こんなに優秀な役者さんと同じ舞台に立つことができてとても光栄です。お、リネットさん戻られたんですね。リネットさん、どちらに行かれてたんですか。記事によれば公演が終わるたびに待機モードでチャージする必要があるとか。ほう、舞台に立っていなくてもオートマタの設定を守っておられるとは。道理であんなにも素晴らしい演技ができたわけですな。ぎこちなく見える動作は実際にはキャラクターの魂を再現したもの。演技力がないように見えて、その実は最上級の演技ということですね。そのさっきホテルの外で猫に会ってしばらく付き添っていて。猫？うわっはっはっは、リネットさんは抜群の演技力だけでなく思いやりもあると前から聞き及んでいましたよ。道理で初めての単独出演だったというのにこれほどの人気があるわけです。前衛演劇についてですが、ここ数年で最高の興行収入を期待できそうでしょうか。ファンの皆さんに何か伝えたいことは。伝えたいことは何もないと思う。リネットさんがおっしゃりたいのは、演者は作品を通じてファンと交流すべきだということですね。おお、なるほど、そういうことでしたか、リネットさん。ええ、その通り。でもリネットさん、きっとファンの皆さんとも初演が成功した気持ちを分かち合いたいですよね。確かに。そしてファンの皆さんもリネットさんのことをもっと知りたいですよね。なるほど。そうなのですか。すみません、考えが及ばずに。え、待ってください、もしやあなたはニュースになったあの旅人さん。あなたも公演をご覧に。ああ、あなたもリネットさんのファンなのですか。彼女の今回の初演について何か感想を。ふぅ、なんとか。あなたが一部負担してくれたのに、まさかお茶会モードでもこの状況に対処できないなんて。お茶会で会話を進めるための省エネモード、通常は「ええ」「あら」「確かに」「なるほど」と答えるだけで会話が成立する。でもお茶会では普通誰かがずっと質問してくることはない。さっきの状況に対応するのに通常の3倍のエネルギーを消費した。じゃあ次がないことを祈る。リネットさん、メリエ監督が初演の成功を記念して集合写真を撮るから来ていただきたいと。集合写真。主にうちの劇団員です。それからマローニーさんに、コレンティンさんも。皆さん、リネットさんをお待ちです。わかった、じゃまた後で。3、2、1、はい、チーズ。迷子の人形の成功はこの場にいらっしゃる皆さんのご協力なしにはありえませんでした。集合写真はもう現像に回しておきましたので、パーティーが終わったら1階でご自身の分を受け取ってください。皆さんがこの写真を見るたびにこの素晴らしい公演を思い出してくださることを願っています。あ、メリエ監督、さあさあもう一杯飲もう。まだ目を通してもらいたいものがあるんだ。集合写真で終わりだと思ってたのに。
でも少なくとももう誰も質問しに来ない。どこかで待機モードに入ればすぐ時間は過ぎていくといいんだけど。ドゥボールのイルフロッタンとはやっぱり絶妙な甘さだね。旅人？それにリネットも。いや、じゃなくて招待されてたのって何さ。僕は舞台分野の専門家だよ。仮面パントマイムという斬新な芸術形式の好評を仰ぐために僕が招かれるのは当然だろ。称賛に値するね。セリフや表情を使わず身振り手振りだけで登場人物の気持ちを伝えるというのは確かに実験的な試みだ。リネットの演技も僕の予想を完全に超えていた。君は本当にこの台本にぴったりだったよ。何か問題でも？いえ、別に。続けてください。そう？要するに大部分においてやはり高い評価を与えるよ。開花にいる連中ほど大げさに褒めはしないけど。フリーナ様もあの論評は大げさだと思いますか？新しい劇を誰かに宣伝してもらうのは当たり前のことだけど、あの論評は、なんというか、僕の専門が前衛演劇じゃないから、彼らの評価基準をよく理解できないせいかもしれないけど、あるいは前にメリエの元の台本をちょっと見てしまったからかな。だから少し先入観があるのかも。元の台本？あれ？メリエから見せてもらってない？何ヶ月か前、彼に舞台のことで意見を求められてさ、その時ついでにこの劇のために評論を書いてもらえないかってお願いされてね。当時は別の用事で忙しくて返事をしなかったんだ。ただあの時部分的に読んだシーンは今とは少し違っていた。具体的なあらすじはあまり印象に残っていないけど、でもなんというかヒロインのイメージはもっと複雑だったはずだよ。特に後半の二幕はね。外見は変わらずオートマタだけど、うちにはもっと深い感情が芽生えていた。深い感情？まあただふと思って口にしただけだからあまり気にしないで。台本は台本、演劇は演劇。物語を舞台に移すには一般の人が思っているよりはるかに細かいところまで考えないといけない。まして仮面パントマイムという斬新な形式だ。メリエがああいった感じに調整したのもきっと彼なりの考えがあってのことだろう。まあ古本、話は変わるけど、人だかりを避けて2階に駆け上がってきた様子を見るにまだ自分の人気に慣れていないんじゃないかい？この元大スターの経験を聞いてみるのはどうかな。いえ結構です。ありがとうございます。次回はないと思いますので。話は最後まで聞きなって。例えば付きまとう記者にどう対処するか、幕間の休憩時間にどうやって抜け出してお菓子を食べるか。ぜひ詳しく聞かせてください。ふふん、ひとまず座ろうか。パーティーのスイーツを無駄にしちゃいけないしね。うん、ためになった。下の階の人もだいぶ減ってきた。集合写真を受け取ったら家に帰れる。この封筒ね。やっと終わった。
ありがとう、長いこと付き合ってくれて。あなたがいなかったら何時間もどう待機してればいいかわからなかった。ふう、でも本当に取るに足りないことだから。舞台に立ってる時一瞬だけ視線を感じたの。すぐ消えてしまって私でも後を追えなかったけど、敵意に満ちてた。公演後のパーティーでもその視線と敵意をかすかに感じたけど、その相手がずっとわからなくて。普段は舞台の袖に隠れて人を覗いてる私が、今回は珍しく覗かれる対象になってる。敵視は好意と同じように理由がないこともある。それにあくまで視線に過ぎないから、あまり心配しないで。さてと、これで終わったし、封筒を持ってまっすぐ家に帰ろう。お、お前はこの作品をぶち壊した。今すぐ主演の座を明け渡せ。形式から判断すると確かに脅迫状ね。これ以上重要な手がかりは見つからないみたいね。うん、この作品をぶち壊したというのは元の台本と関係があるかもしれない。あなたにはもう少し付き合ってもらわないといけないかも。まさか仕掛けがこうもうまくいくとは。興行成績まで。やはりマローニさんの目に狂いはありませんでしたね。リネットさんにオファーを出すよう言われていなければ、本当にこの機会を逃すところでした。言った通りだろう。彼女が出演を拒否すればするほどオファーを続けるべきだと。その方が話題性が高まるんだ。もしあのままジリアンを主演にしていたら、今の興行収入は少なくとも半分は落ちていたよ。確かにジリアンには引き続き辛抱してもらわないといけませんね。メリエ監督、お時間よろしいでしょうか。おっと、これはこれは、うちの大スターじゃないか。ちょうど君の話をしていたんだよ。おや、さらに噂の旅人さんまでご一緒とは。お二人は公演のことで監督に話をしに来たのかな。ははあ、才能がある上に努力も怠らないとはね。道理でリネットさんはこれほど高く評価されるわけだ。それでは芸術のお話の邪魔はしないでおこう。メリエ監督、お二人とゆっくり話してくれたまえ。はい、それはもう。リネットさんは我々の大黒柱ですから。うん、マローニさん、スポンサーみたいだけど、あまり気にしたことがなかった。それでお二人のご用件は。後で新聞社の友人に会いに行かなければならないので、あまり長くはお付き合いできないかもしれませんが、申し訳ありませんね。迷子の人形の初期の台本は今とはだいぶ違うそうですね。元の台本の主役はどんなものだったんでしょうか。おや、リネットさんがそんなことにも興味があるとはね。しかしがっかりさせてしまうかもしれません。台本の修正はよくあることですが、ヒロインのイメージはずっと変えていません。無口で不器用そうに見えて、誰よりも繊細なオートマタ。二つの時代の狭間に迷い込んで、
あたかもこの世界には属していないような。間違いなく主役は君です。君こそ主役。まさに双方の成し遂げたことがこの芝居の芸術性を最高峰にまで引き上げたのです。すみません、よくわかりませんでした。もう少し具体的に話していただけませんか？いいでしょう。本質をつき本来あるべき姿に戻すことも芸術の追求ですから。リネットさん、元の台本のことは気にしなくても大丈夫。そんなものは君の認識の邪魔になるだけですから。今の台本こそが最適であり、君の演技はそれに見事に合致している。君がいなければ観客はこの芝居を認めないでしょう。何の手紙です？これは。この作品をぶち壊した。メリエ監督、この手紙について何か心当たりはありますか？いいえ、こんなデタラメな話一体誰が書いたんです？ありえません。リネットさんがいなくなったらこの劇は続けられなくなるのですから。劇団全体の努力を無にするようなものなんて決して我々の中にはいませんよ。例えばひとまずジリアンさんに主演をやっていただくとか。それはダメです。絶対になりません。主演はリネットさんでないと。ジリアンではまだ観客の期待に応えられません。ああ、そうか。ライバルですよ。この手紙はきっとライバルが書いたんです。リネットさんの心をかき乱そうとして。君が本当に主演を降りたら、相手はそれにつけ込んで、デマを流して誹謗中傷するでしょう。絶対にそんな罠にかかってはなりません。ライバル？そうです。そういう小悪党が一番得意とするものは、言葉や文章で攻撃して世論を惑わせることですから。血眼になって何でもやりかねません。この手の連中は本当に多いんです。名声が上がるほど人に妬まれやすくなります。私もできるだけ用心するしかありません。でもご安心ください。この件は可能な限り早く沈めさせます。リネットさんは心を落ち着けていつも通り演技を続ければいい。私は今すぐ新聞社の友人のところに行ってきます。彼らにしっかり対応してもらわなくては。ライバル、あんまりこういう手口には前にも出くわしたことがあるけど、相手の目的は舞台の財源を奪うためか、自分が起こしたスキャンダルから大衆の視線をそらすためだった。でも最近ではそんな必要がある人はいないはず。まして脅迫状のような過激な手段を使う必要なんてない。それに私が最初に気づいた敵意の視線は舞台裏の方からだった。それなら容疑者はもっと絞り込める。あとメリエ監督のさっきの態度、ジリアンさんのことに触れた時ちょっと不自然だった。前にマローニさんが言ってたけど、最初はジリアンさんに主役を演じてもらう予定だったの。元の台本の次は元主演、彼女に会いに行くべきかも。うん、サンドル川に住んでるって前に教えてくれたことがある。
来たの。ここはあんたなんか歓迎しないわよ。サンドル川には何度も来たことがあるけど、ここが私を歓迎しないと聞いたのは初めて。ここは上とは違って、デタラメなお世辞であんたにごまをする人なんていないんだから。あんたがどんな人なのか、私たちはちゃんと知ってるんだからね。デタラメ、知らない。私もこの子に会ったのは初めて。ジーナ、騒いでないで早く家に帰りなさい。お姉ちゃん。でも何もないわ。何度も言ったでしょ、あのことはリネットさんと関係ないって。それ以上勝手なこと言うようならもう二度と私の公演を見に来なくていいから。お姉ちゃん、私フリーナ様にちょっと褒められたからって自分が本当に天才だなんて思わないでよ。本当にごめんなさい。ジーナは小さい頃から強情で、だから今回の劇ではずっと近寄らせないようにしていたんだけど。平気、私にも弟と妹がいるから理解できる。これはいわゆる反抗期でしょ。この時期の子に腹を立てるとエネルギーを消費するから気にしてない。それとは状況がちょっと違うかもしれないけど、でもありがとう。それでサンドル川に来たのは何か用事でも？マローニさんから聞いた。この劇はもともとあなたが主演だったって。そう、マローニさんが。やっぱり喋ってしまったのね。ごめんなさい。このことであなたに影響を与えてはいけないってメリエ監督に言われていたの。だから私や他の人もずっとあなたに黙っていて。これは？え？知らないわ。一体誰がこんな手紙を出したの？怖がらないで、ジリアンが知ってることを教えてくれればいい。ええ、知っていることであれば。迷子の人形でもともと主演に決まっていたのは確かに私よ。私はメリエ監督と長い間一緒にやっているけど、いつも演じるのは脇役で人気も今一つだった。数ヶ月前、監督は新しい劇の準備を始めたの。私は勇気を出して、今度は私に主演をやらせてもらえないかと尋ねたわ。監督は少しためらって、ひとまず私に任せようと言ってくれた。でもしばらく稽古すると。状況が変わってね、ジリアン。今回の主役はリネットさんにやってもらうことになった。リネットさん？でも彼女は今までこういうオファーに承諾したことがないんですよね。だからこそこのチャンスを逃すわけにはいかんのだよ。ジリアン、君の気持ちはわかるが、私とマローニさんは劇団全体のことを考えなければならなくてね。次こそはきっとジリアンを主演にするから。最初は確かにすごく落ち込んだわ。でも自分にリネットさんほどの集客力がないことは私も分かってる。リネットさんが出なければ見たこともない仮面パントマイムのチケットなんて誰も買ってくれないもの。もし私が主演を務めてその反響が惨憺たるものだったら、監督と出演した仲間に合わせる顔がないわ。その後舞台上で出会ったリネットさんはスター気取りなところがちっともなくて、誰にでも優しく演技も下手じゃないってことが分かって、最後にまた少し落ち込んだけど、その気持ちはどうしようもなかった。ただ下手じゃないだけ。きっとメリエ監督が元の台本を修正して主役を単純なオートマタにしたから私でも演じられたんだと思う。そういえば
監督は台本を手直ししてたわね。ヤコフに聞いてみて。出演したもう一人の役者よ。彼はずっと監督志望で、エリエ監督の手書き原稿をたくさん集めているの。この近くに住んでいるから酒場に呼んであげられるわ。確かに彼がメリエ監督と議論してるのをよく見かけた。じゃあ後で酒場で会いましょう。お待たせ、リネットさん、旅人さん。話はジリアンから聞いた。できるだけ協力するよ。さあ、これが見たがっていた手書きの台本だよ。手書きだからね。今の台本も監督が一筆一筆自分の手で書き直したものなんだよ。この中にきちんと整理された元の台本があるはずなんだけど、その来るとき急いでたから書類の山ごと抱えてきたんだ。大丈夫、創作モードをオンにするから、一冊一冊見てみよう。主人公は最初の廃墟に戻り、死んだ仲間のために舞を捧げた。関節が朽ち果て、部品が落ちるその時まで。やっぱり、数ヶ月しか練習していない初心者では、うまく演じられないような筋書き。正直言って、元の台本を元主演が演じたら、もっと良くなると思う。ジリアン、メリエ監督に言いに行くから、あなたが主演を務めてくれない？なんだって本気か？次の公演は、歌劇場でやるんだぞ。こんなチャンス。私にとっては珍しいことでもないけど。いやいや、これはマジックの助手をするのとはわけが違う。正真正銘の主役だよ。人気が何倍にも跳ね上がる。うん、人気はほどほどで十分。方位と負荷が高くなる。もしジリアンが主役を演じてくれたら、私もその人気から解放される。これこそウィンウィンじゃない？でもメリエ監督とマローニさんが承諾するはずないわ。第4幕の舞台セットにしろ、すでに完成した潜在物にしろ、マローニさんは大金を出しているもの。急な交代はリスクが大きすぎる。万一のことがあったら劇団の誰も保証できないわ。それにマローニさんの友人たちがもうたくさんの文章を発表して、リネットさんはこの劇のために生まれた天才だと評している。主役は
リネットさんでなければ演じられないって。こんな時にリネットさんが降板して私が元の台本で舞台に上がったりしたら、リネットさんが舞台から去ったら、あの人たちは公演そのものを中止にしてでも私の主演に反対するでしょう。公演中止？そんな、これだけ多くの劇団員が何ヶ月もかけて準備してきたのに全部無駄になってしまうじゃないか。手があるなんて、それなら確かにできそうだ。ダメよ、この計画は冒険が過ぎる。私を一度舞台に立たせるためにこんな。ジリアンは前に最後にまた少し落ち込んだけど、その気持ちはどうしようもなかったって言ってたよね。つまり落胆は消えていない。どうすればいいのかわからないだけ。心の中ではやっぱり主役を演じたいと思ってるんでしょ。私は、でも私のためにそんなに大勢の人を巻き込むわけには。巻き込む？私はそうは思わないけど。ジリアン、元の台本通りに稽古をしていた時、君は誰よりも熱心に取り組んでいた。僕ら古くからの仲間はみんな知ってるよ、君がこの劇の主演をやるためにどれだけ必死だったかを。それに君も分かっているだろう、確かに僕らは今一皮むけないとならないって。でないとみんなどんどん夢から遠ざかってしまう。だからこれは巻き込まれてるわけじゃない、絶対に違う。リネットさん、ヤコフ、それに旅人さんも。わかった、全力で自分の役を演じるわ。よし、君ならうなずくと思ってたよ。今すぐ劇団の仲間たちに連絡して急いで準備しよう。めでたしめでたし、これで全ての問題が解決する。待って、あなたが受け取ったあの脅迫状は、もう目星はついたの？計画がうまくいけば私は主演の座を譲ったことになるから、あの手紙は放っておいてもいいでしょ。でも一体誰が？見つけ出さないとこれからもあなたを狙い続けるかもしれない。うん、それはないはず。脅迫状といっても言う通りにしないとこういう報復をするという脅し文句さえ書いてなかったし、字も拙なかった。プロの仕業じゃなさそう。ただあなたのファンが一時的な衝動でやっただけかもしれない。私のファン？ずっと脇役を演じてきたあなたをずっと慕っていた人がいるみたい。もう遅いから私たちもそろそろ帰ろう。行こう。さっきはごめん、急いであなたを引っ張って出ないと誰が手紙を出したのか当ててしまいそうだったから。ジリアンの妹ジーナよ。フリーナ様にちょっと褒められたからって自分が本当に天才だなんて思わないでよ。本当にごめんなさい。ジーナは小さい頃から強情で、だから今回の劇ではずっと近寄らせないようにしていたんだけど。きっとこっそりパーティー会場に忍び込んで、たまたまあの時の私たちの会話を聞いたんだと思う。誰よりも慕ってる姉で憧れてる役者についに巡ってきた主演のチャンスが、
素人に突然奪われた。でも評論家はこぞってその素人こそ主演に最適だと言うし、フォンテーヌ一愛されてる元スターでさえ彼女を称賛した。大方そんなところのはず。前にも言ったけど、あの年頃の子に腹を立てるとエネルギーを消費する。それにもし私の弟や妹が私が不公平な目に遭ってると知ったらもっとひどいことをする。そして私も誰かが弟や妹たちのチャンスを奪ってると知ったら同じようにもっとひどいことをすると思うから。私とお兄ちゃんも前はそうだった。無名のマジシャンと助手から始まって一日また一日と公演をし、一歩一歩道を歩んできた。だからあの子の気持ちは理解できる。でもあの子のやり方はプロとは言えない。違う、あの子の視線は敵意というより憤りや焦燥に近い。しかも全く隠せてなかった。最初の視線は舞台裏から来ていた。大勢でごった返すパーティーに潜り込むのと、緊張して出番を待つ人がいる舞台裏に潜入するのとでは難しさが違う。その視線の持ち主は二日後の公演で明らかになるはず。その時歌劇場でまた会いましょう。いや、よく来てくれたね。リネットもジリアンも準備できてるよ。ついてきて。真ん中のあの人形がリネットさん？なんて綺麗なの。もう始まってるぞ、静かに。ほう、さっぱりわからないんじゃないかと心配してたけど、全く問題なさそうだ。セリフや表情がなくても
主人公の気持ちをちゃんと読み取れたわ。メリエ監督の手腕は本当に評判通りだな。それに主役の演技も。友人から初演の話を聞いていたけど、新聞や雑誌の評価が高すぎる気がする。どうやら本当に高いのは主役のレベルの方みたいだ。数日会わないうちにリネットさんは演技にまた磨きがかかっているな。いやはや、これでは彼女に見合う賛辞が思いつきませんよ。アマウリーさんはご冗談がお好きですな。先ほど書き上げた原稿を記者に渡しているのを見ましたよ。公演が終わったらすぐにでも新聞に載せたいのでしょう。評論というものは新鮮であるほど人に見てもらえるものですから。そうでしょ、メリエ監督。おや、どうして黙っているんだ。前半はいい演技だったじゃないか。私でも見てわかったよ。すみません、マローニさん、ちょっと失礼します。役者たちに会いに行かないと。ああ、こちらはお構いなく。ついでにリネットさんに次回も引き続き組まないかと聞いてきてくれ。本当にこれでうまくいくんですか？もしメリエ監督が反対したら。ここまでやっておいて途中で尻込みするわけにもいかないだろう。ほら、計画通りに。計画とは何だ。私に隠れてやらなければならないことか。メリエ監督、今頃はまだマローニさんたちとお話しされているはずじゃ。コレンティンとアマウリーの文章はとうに書き上がっていて、私もただ形式的に行っただけだ。それで私がいない前半の間何をしたんだ。さっき舞台にいた主役は本当にリネットさんだったのか。じゃじゃーん。メリエ監督、さっき主役を演じていたのは私です。私は仮面と衣装をジリアンと交換し、主役のそばにいる目立たない仲間になりました。リネットさん、なぜそんなことを。ご存知のように私の演技はせいぜい8点くらいですが、今では10から12点になっています。評論で水増しされてるからです。もし彼らが先に私の主役を見ていたら、先入観から疑問を抱かないかもしれません。ですがジリアンの主役を見た後ならどうでしょう。もし後半で私に交代したら、物語が佳境に入ったのに主役の演技は逆についていけてない、なぜだろうと思うのでは。こうした疑問が後半の二幕で溢れ出るでしょう。さらに公演終了後も観客によって広まります。つまり前評判を守る方法はただ一つ、ジリアンを最後まで演じさせることです。ならん。それならむしろ今すぐこの公演で事故が起きたから後半は中止にすると発表する。ジリアンを最後まで演じさせるだと。カーテンコールの時に仮面を脱いだら主演がすり替わっていたと観客全員にバレてしまうだろう。君を見に来てくれた観客はどう思う。君を評価してくれた評論家はどう思う。彼らの怒りを買ったら、どちらにせよこの劇は公演中止を免れないぞ。払い戻し、違約金は言うまでもなく、多くの劇団員の心血がどれだけの損失になるか分かっているのか。気まぐれに依頼を受けて勝手に責任を放り出すな。人の夢をおもちゃにするな。メリエ監督、リネットさんはそんなつもりじゃ。ジリアン、
監督の言い分も半分は正しい。今回依頼を受けたのは私が軽率だった。だからあなたを本来の位置に戻すのが私の責任。あれ、じゃあリネットの出演を後押しした僕も残り半分の責任を負わなきゃならないかな。ごめんごめん、最近ちょっと手の離せない仕事があったから少し遅れちゃってね。リネさん、何しにここへ。これほど莫大な損失をマジックで消せるとでも。それは確かにちょっと困りましたね。でも他のものなら出せますよ。それはなんだ。訴状、出演契約書、それから訴訟費、払い戻し保証と違約金の一部。メリエ監督、あなたが今日この公演を中止してもしなくても私は主演を降りるつもりです。もし本当にそのために予期せぬ損失が発生した場合はどうぞ契約に従って手続きを進めてください。訴訟を起こす必要があれば起訴したこの訴状をそのまま使ってもらって構いません。自分を訴える訴状まで用意してあるというのか。そうだろうな、君らみたいに早くから成功した人はこれっぽっちの金など気にしないんだろう。大スターのお二人は舞台に上がりたければ上がり、約束を破りたければ破るのさ。気まぐれに人の作品に出て軽々しく人の夢をもてあそぶんだ。この劇が他の人にとってどれだけ重要かなんて気にしていないし、公演が中止になるかどうかも構わないというわけか。いえ、気にしてます。それに私もよく知ってます。あなたがこの劇をどれだけ重視してるのか。それは当然だろう、自分の作品だ、もちろん重視しているさ。だからこそわざわざ君にオファーを出したんだ。そうでしょうか。それならなぜあなたの目から敵意を感じたんでしょう。まるでお前がこの作品をぶち壊したとでも言いたげに。そんな風に思ったことはない。ここ数日人に頼んで聞いてもらいました。リネット以外に誰があなたの出演オファーを受けたのか。結果は予想通り、オファーを受け取った有名俳優たちはスケジュールが合わないか役柄に合わないかでことごとく出演を断っていました。もし偶然がなければ私も今まで通り断っていたはず。つまりオファーを出したのはジリアンさん以上にふさわしい主演を探すためじゃなく、スポンサーに釈明するためですよね。メリエ監督、マローニさんを説得するためにひとまずジリアンを主演候補に留めて、後から折を見て正式な主演にしようとした。その時はだいぶ迷ったんじゃないですか。リネットを選び、注目を集めて評論で盛り上げるいつものやり方でスポンサーとまた一儲けするか、それともジリアンを選んで古くからの仲間たちと一緒に心から大切な作品、修正前の迷子の人形をやるか。そう向いてなどいない。あなたはさっき君らみたいに早くから成功した人と言いましたけど、すでに有名な監督で代表作が無数にあるあなたは成功した人じゃないんですか。あるいは実はあなたの心の中では今までに得たそうした成果や過去の作品はそもそも成功と呼べないのでしょうか。今チャンスはあなたの目の前にあります。後半を元の台本通りジリアンさんに演じてもらえば、あなたの作品を最も完璧な姿で、そして全フォンテーヌで最も注目される舞台で上演できるんです。完璧。
それともマローニたちから詰問されないうちに、あなたとジリアン、そして劇団全員の願いを叶えますか？劇団全員？メリエ監督、実はリネさんが持ってきたお金はほとんど私たちが集めたものなんです。僕たちは監督と長い間一緒に公演してきました。評価は高くても観客の入りは良くなかった当初から今までずっと、以前の監督なら滋賀にもかけなかったことを徐々に受け入れているのを目の当たりにしています。コネを作ったり、パーティーを開いたり、評論家に頼んで宣伝してもらったり、実力より人気のある俳優を招いたり、それはみんな便宜上の手段だ。全ては劇団全体のために過ぎない。それにこんなのよくある宣伝手段さ、みんなやってるじゃないか。はい、分かっています。当初はそうしていただかなければ今日までやってこられませんでしたから。でもその後は受け入れるだけでなく、こうした手段にどんどん頼るようになって、どの劇も大げさに宣伝してスターのために台本を大きく変更しなければならなくなって。お気づきですよね。僕たちの新しい劇を披露するたびに舞台はますます大きくなっているのに、拍手する観客は次第に少なくなっていることに、公演後の批判も増える一方です。マローニ氏の友人たちはおだてたいものをおだてるだけで、観客が見終わってから失望するかどうかなんて気にしていない。おだてたくないものには別の基準を並べ立てる。メリエ監督、新しい劇を宣伝してもらうのは当たり前のことだとは分かっていますが、これは本当に正常な手段なのでしょうか？これは一時しのぎの策だ。資金さえ稼げれば次はきっと、次はコネを使わず、評論家を買収せず、ジリアンを主演にする。残念ながら一度稼いだらまた次も稼ぎたくなる。人は皆こうやって本来の道からだんだん遠ざかっていくのではないでしょうか。メリエ監督、今度はもう逃げたくありません。そうです、僕たちも。実は私も夢見ていたんだ。あれ、ステージのこの話、前に読んだ評論とは違うような。主人公は舞台に戻りたいと願った。オートマタたちは彼女の部品を最先端のものに交換し、豪華な劇場を建て大勢の観客を集めると約束した。そして彼女は最後に機械的な拍手と繰り返される喝采の中に迷い込んだ。ちょっとネタバレしないでよ。あら、でも確かに内容が違うみたいね。そういう流れじゃないみたい。セットも第一幕に戻ってる。神のご加護をうまくいきますように。メリエ監督、そう緊張なさらず。さっきは決心してもらうためにリネットは降りると言いましたが、この劇はいずれにしても公演中止になるでしょう。実はマローニ氏の言い分にどう対処するか僕たちも考えてあります。適切に処理すればこの公演はまだ続けられるはずです。君たちの計画は本当に周到だな。今回は言いくるめられても悔しくはない。だが今私が心配しているのは、もはやマローニさんが公演を中止にするかどうかの問題ではない。自分ではより良いと思っている元の台本が観客を感動させられるだろうか。
ジリアンがカーテンコールに出た時、拍手を送ってもらえるだろうか。観客は本当は評論につられ、リネット目当てで来ただけで、舞台で何が上演されようと気にしていないのでは。自分で気づいた城に長く隠れすぎて、城の外でどんな声が上がっているのか、聞く勇気すら失ってしまった。僕たちも一緒に最後まで見届けますよ。おお、やはりこのバージョンは素晴らしい。同じシーンなのに違う感情を演じられるなんて本当に驚いた。カーテンコールになって仮面を外してもこの喝采と拍手は続くのかしら。仮面を外さなければ誰にも知られない。ジリアン、最後の一人芝居、シリーなんか泣きそうになってた。そういうヤコフだって。そう、私あの時は緊張のあまりまっすぐ歩くこともできなくて。揺れる足取りは実は主人公の脆い状態を表現してるとか。ちょっとメリエさん、これはどういうことです？なぜ主役がリネットさんじゃないんですか？私の文章はもう印刷に回しているんですから、早く説明してください。それはみんな私が。いや、それは僕たち全員が。待ってくれ、これは全て私一人で決めたことです。彼らとは関係ありません。コレンティンさん、アマウリさん、それにマローニさん、何か問題があったら私に言ってください。メリー、どうして君が。どうやらこの公演を続けるつもりはないようだな。メリー監督、マローニさん、これはどういうことですか？リネットが主演じゃないなんて。オファーを受けるようやっとのことで妹を説得したのに、大事な仕事を断ってまで妹の公演を見に来たんですよ。説明を求めます。リネさん、これはみんな彼の考えで。メリー、納得のいく説明をしてくれ。待って、お兄ちゃん、これは実は一種のパフォーマンスアートなの。この劇は仮面とローブで登場人物の違いや人間と機械の区別を曖昧にしていて、さらに演者入れ替えという手法で役者間の境界まで曖昧にした、すごく優れた芸術なの。なんだって?マジックに観客を欺く必要があるのと同じように、私たちはこの方法で舞台と観客の間にある見えない第四の壁を破ろうとした。観客にオートマタである主人公の認識のジレンマをより身をもって理解してもらい、このパフォーマンスアートを一緒に完成させる。待ってくれ、何デタラメを言ってるんだ。そうだったのか、さすがメリエ監督、僕まで騙されてしまいましたよ。お兄ちゃんは前衛芸術のことをよく知らないから。なるほどなるほど。では権威の皆さんはきっととっくに分かっていらしたんですよね。後半まで見なくてもお分かりになったのでは？さっき聞いた話ではアマウリーさんは前半の二幕だけご覧になって評論を書き上げたとか。もちろんメリエ監督とは古い仲ですから。全く水臭い、早く言ってくれればもっとうまく協力できたのに。
ええ、観客を欺くにはまず味方から。リネットさんが持つマジックの経験のおかげでより一層素晴らしい芸術を作り上げることができました。へえ、やっぱりリネットと共同で作り上げた作品なんですね。それなら僕も宣伝のお手伝いをしないと。残念ながらマローニさんは公演を中止にしたいみたい。公演中止？マローニさん、それは本当ですか？その観客を欺いたのは確かにすごいが、でも私たちはマジックショーをしているわけではない。観客が認めてくれなければ。それも一つの評価ですから、素直に受け入れるべきです。そうした一部の観客に対して私たちも補償と謝罪の準備をしています。そして見たところ、ジリアンさんは私よりも素晴らしい演技をしました。引き続き主役を演じてもらえれば観客の期待に応えられるでしょう。マローニさん、今から論調を変えてもまだ間に合いますよね。リネットさんの表情からして嘘をついているようにも見えない。あ、そういえば前にフリーナ様のご意見も伺ったのですが、旅人の顔を立てているようでした。この公演が終わった後、ジリアンの演技と公演全体のレベルを評価する文章を書くと約束してくれました。感じたまま嘘偽りなく、会場を後にした観客の皆さんもジリアンの演技について熱く語り合っていることでしょう。それぞれの観点から。ああ、これはまさに芸術です。具体的な評価はもう少し吟味しなければ。ええ、あれこれ吟味するのはいいことです。違う意見が多いほど話題性が増すかもしれませんしね。コレンティン、アマウリ、行こう。ありがとう、リネットさんに旅人さん。君たちがいなければあとどれだけ間違った道を歩み続けていたことか。金さえ稼げれば夢を叶えられるとずっと思っていたが、まさかその前に夢のあり方が変わり始めていたとは。真実から外れた宣伝と同じだな。最後には逆に作品そのものを覆い隠してしまう。そうだな、本当に幸運だった。だが今は私の問題よりもリネットさんが前に受け取った脅迫状の件をどうするかだ。ここ数日よく調べてみたが、ライバルがやったようでもない。その件ですが、あのリネットさんはお手すきでしょうか？おや、君はジリアンの妹さんだったね。すみません、ジーナが何が何でもリネットさんに会いに行くとどう言っても聞かなくて。リネットさん、ごめんなさい。私もわからない。え、だって、あ、サアンドル川で会った時私に憎まれ口を叩いたから。あの時はお姉ちゃんを公平に扱ってもらいたくてつい腹が立って言っただけでしょ。心配しないで、内容はもうすっかり忘れたから。おお。そういうことだったのか。ジーナはもう自分の間違いが何か分かっているようだ。過ちを知って改めたのならそれでいい。不当な扱いを受けた家族を助けようとする気持ちはよく分かる。でも次はやり方に気をつけて。例えば家族に嫌疑がかからないように
やるならもっとうまく。わかった。ありがとう、リネットさん。本当にそれだけでいいの？おーい、どこに行ったのかと思ったら全員ここにいたのか。一人一人探しに行く手間が省けましたね。もちろん、みんなで記念撮影をするんだよ。新迷子の人形の初演大成功を祝ってね。前にホテルドゥボールで撮った写真はみんな不自然な笑顔だったろ。今度は作り笑いはなしで。
作り笑いはダメ。やってみる。何か方法があるはず。さあさあ、リネット、旅人、二人は真ん中に立って。3、2、1、はい、チーズ。